私が幼稚園の頃に初めてこう自分のお家から取り出した初めて自分のお家から取り出した取り出したんですよ。そう、この子だけは捨てられなくていつもこう棚に置いて飾ってます。こちらです。ほう、これはこれは初めて買ったサンダルです。はぁ、オーディションを受けるときに新しいもの履いた方がいいのかなと思って買って、で今までサンダルとかこうヒールのあるもの履いたことがなかったんですけど、初めて買ってちょっと挑戦してみようと思って履いてみました。はぁ、はい、ハブさん、足のサイズは何センチですか？ 4.5 です。 4.5? 4.5。 じゃあ裏を見せてください。確認です。怖いな。 LL、 LL です。うーんじゃないんです。名探偵かなと思ったらね、LL か、締めの甘い探偵が。おいしい。羽生先生は全部が嘘くさいですからね。どうか本当か分かんないですけど、一番読めないです羽生先生は。ちなみに羽生はどうしてショートケーキが嫌いなの？申し訳ないんですけど、ビジュアルが。ビジュアル、なんか一番可愛いじゃん。なんかショートケーキ食べてる自分ちょっと、わーすごい、小池さんが当たってました。なんかショートケーキの主役感が多分好きじゃないだろうなっていうのを思って。かわいい主役のやつを食べてる私ちょっとって、ちょっとなんかブリブリみたいな。うーわ、何それ。そんな理由なんだ。私はあの2番の初めの止まない雨はない、誰もがそう言うけどの後のなんか君にどんどん惹かれていくが、うん、なんか私はすっごい好きです。このフレーズ全体が好きで。本当にそうなのか、君にどんどん惹かれてく。そこだけなんか天気とリンクしてないというか、なんか止まない雨はないぐらいに僕は君にすごい惹かれてるんだっていうのが、なんかもうさっきもゆいちゃんも言ってたんですけど、抑えきれない気持ちがどんどん出てきてて、うん、なんか可愛いと思って見てました。